共和国広場共和国広場は、ローマにある広場で、ディオクレティアヌス浴場の前、ローマテルミニ駅からそう遠くないところにある。16世紀終わりまでは、エゼドラ広場と呼ばれていて、今でも、地元ではそう呼ばれる。広場からは、町の主な通りの一つ夏オナあれ通りが出ている。広場中心にある、ナイアディの噴水院までも、 まだ一般的な広場の古い名前で、ディオクレティアヌス浴場の大きな半円形の中廊を元に広場が作られたことを示している。1887年から98年のガエターの国の作品となる広場を美しくする中廊は古代の建造物の記憶を止めている。広場にはローマ皇帝の浴場の浴廊を利用したサンタマリアデリアンジェリエ・デイ・マルティーリ聖堂が面している。 地下水の妖精やリアルビューオブザ・ピアッツァ広場の中央にあるナイアディの湖は元市長のフランチェスコ・ルテッリの祖,祖父でパレルモ出身のマリオ・ルテッリによるもの。ナイアディはそれぞれ白鳥を掴んでいることで判別できる湖の妖精、川の怪物の上で横になる川の妖精、海の象徴の馬の背中に乗る太陽の妖精、不思議な竜の上に立つ 地下水の要請を表現している。中央には自然の脅威に対する人の支配を象徴したグラウコの集団がある。その水はローマの水道でも有名なマルチア水道を水源としていて、実際以前1870年にはピウス旧世のピア水道の泉がここに完成していた。ありがとうございます。